2020年秋季リーグ戦慶応対立教1回戦10月3日土曜日の第2試合の試合内容結果ですが、11対6で慶応が勝ちました。5回表1号ツーランを放ちました慶応の正木選手です。先制のヒットを放ちました慶応の福井選手です。1年生スーパールーキーの広瀬選手です。5回ソロホームランを放ちました下山選手です。9回ツーランホームランを放ちました主将の瀬戸西選手です。
校歌、塾歌、青少のリーダーも女性の方が務められました。